<laughs> はい。さあ、本日のアンケート。あなたくしゃみスイッチありますか？これやったらくしゃみが出るというやつです。これ後でちょっと言いますけど、これう,うちのディレクターが僕のネタです。これね、はい。はい、a はいありますよ。こうやるとくしゃみが出てしまうんだよね。はい、b いいえありません。な何年、ね、それな,なんでそうやったらくしゃみが出るのはい。 えー、メールで参加する方はヒッ p at mark ROKINAWA.CO.JPHIP at mark ROKINAWA.CO.JP、ok、はいよ、えー。電話がですね098869-8640はい。ファックスが098869-2202となっておりますので、えー、今日もですね いつものように1時までは A と B のパーセントがこんななるんじゃないのかトントントンと言って予想もタッコアしてからに送ってください見事ピットし感覚の方にはお米券をプレゼントしますので T サージに参加する全ての皆さんは住所本名電話番号、はい、そして郵便番号もタッコアしてからに張り切って参加してみてくださいはいお待ちしておりますよ はい、梅子ちゃん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。くしゃみスイッチってあります。これやったら、くしゃみが絶対出るんだよね。って私は。はい。えですね。あります。はい、あの、とっても動物が大好きなんですけど。はい。猫とか、犬とか触った後に。くしゃみが止まりません。えそうなんだ。あとね。猫だけとか、犬だけとかじゃなくて、両方。そうなんですよ。あ、そう。はい。 えー、<ら>幼少期にアトピーが出てしまってそれでアレルギーじゃないかなと思って調べたら、うん、あのそう動物の毛とかほこりとかがダメでした、うん、あ,あそうほこりも、はい、ほこりも少し反応がありましたねは,<ー>はい。じゃあおうちもしょっちゅう掃除しないとくしゃみが出て大変そうですね結構換気もよく頻繁にしてますじああかはいじゃああ可愛いと思ってもあんま近寄れないんだ 近近ってますねね最近は大丈夫やっぱりあの小さい頃よりも反応が前よりもなくなってきているので、はいはい、だんだんこう体が慣れてきているのかる、うん、あのくしゃみを出ることが前に比べると少なくなってるので、うん、見たりとか近づいてちょっとだけ指をこう近づけたりとかっていうのはやるんですけど顔をすりすりしたりとか持ち上げたりとかっていうのはしないですねうん、うん、あそっかはい結構大変だね。 そうですねでもやっぱり大好きなので、うんうん、ついつい近づいちゃいますねほこりはでも俺もちょっとそうだな、はい、あありますかもうなんか掃除してるところ、はい、例えば家入ったりとかしてるともう一発でまますすねあわかります、はい、もうで鼻水も出始めて、うんはい、で例えば布団をパタパタしたりとか、はい、ああ やややるよねりりまますす俺もあれやるとすぐくしゃみ出るんですよねはいもう外に天日干しするときにこうパンパンパン叩くじゃないですかそれの時はもうマスク必ずつけてやるようにしてますねあそう実はこのアンケートになったのは昨日一昨日に僕が僕のくしゃみスイッチの話をデレクターにしたんです僕のくしゃみスイッチは足首とかあと腰回りとか。 足首、腰回りを冷やすと、くしゃみが出るんですよ。だから、不思議なスイッチですね。そうそう、あのうちのね、あのつまりも、なんでって言われるんですけど。足首が締まってるズボンあるでしょはいはいはい。で、ちょっと丈が短くて、黒星が見えてるような。はい。で、靴下も短い靴下あるじゃないですか。はい。まさに今、そうなんですけど、僕。はい。これで。 例えばお風呂入ったばっかりであ出たばっかりの時にこれに着替えて、はいうん、ちょっとなんか扇風機とかクーラー当たるともうくしゃみ全開ですね <laughs> いやもうその格好はしない方がいいですよ <laughs> ヒップさんじゃあ。<laughs> でも今日もそうなんですよだから、うん、スタジオもクーラー入ってるじゃないですか寒いんですよ寒いんですよだから足首を温めるために、うん、僕も座禅しながら喋ってますよええー、マジですよ、はい、そうなんですけど、うん、あのまあやっぱりファッションリーダーとしてはほらいや<ー> <laughs> でもねくしゃみ生放送中に止まらなくなったら大変じゃないですかそうですよだからね鼻の穴にもティッシュ詰め込んで喋ったりもしますしねはいいやそうだったんですね知らなかったですお風呂上がり結構するかな特定のところが冷えるとみたいなね気温差もあるかもしれないですねお風呂あったかいところから涼しいところに行って くしゃみが止まらなくなるというか。あと人によっては、さっきみカ言ってたけど。太陽を見たらとか。ああ、光を見るとくしゃみ出るって言いますよね。俺これはないんですよ。ええ。これは全然大丈夫です。ええ、じゃ、くしゃみ出そうな時ってどうするんですか。くしゃみが出そうだけど、こう出にくいというか、なんていうの。ああ。ってなってないっていう時って。イライラするやつね。はい。うん。まあ、あんま無理には出さないかな。 イラっとしますけどね。はい。私も光を見ますね。ミカさんと同じで、こ、うん、う電気とか太陽とかを見て、うん、もうくしゃみを出すようにしてます。え？うん。今は大丈夫なの？今そのスタジオの電気見ても大丈夫なの？今は大丈夫です。こう出そうになった時、<ー>はっは,っはってなった時に見るとくしゃみが出ます必ず、うん。あ、そうなんだ。はい。へえ<ー>。うん、あ、全然関係ないですけど。はい。 耳掃除したら咳とかくしゃみでね <laughs> 出ないです OK <laughs> え出ないですいやいや右か左かこれ人によって違うらしいんですけど、はい、僕は左かなの耳の穴をほじったりすると、はいうん、<laughs> ってなるんですよ <laughs> <laughs> 上手ですね <laughs> なるんですよないですないですあや,っぱりやらない人やらないんだなうん こ前にちょっとね、これもあの番組でやったんですけど。一、はい、人で全然これも違うんですよ。ええー。うん。うん。ないですね。感想。そうはい、うん。じゃあ、もうそろそろ終わりますか。ね。<laughs> はい。ありがとうございます。いいんですか、これで。大丈夫ですか、もう終わって。<laughs> はい、またもう、リスナーさんとたくさん、あの番組聞いてますね。あ。一個あったな、ネタが。なんですかはい。プランクやってんの、今、ね。 あ,あ筋トレ部、はい、キ、はい、ムさんと筋トレ部を立ち上げまして、毎日やってますね。毎日。毎日やってます。ええー、竹中さんのツイッターによると、今日からバックプランクを取り入れました。<あー> <laughs> こんなのもあるの。そうなんです。これは背中を主に鍛えるための、この。筋トレ法なんですけど。はいはいはい、サイドプランクはやったことありますけど、バックプランクっていうのは、はい、初めて見ましたね。はい、背中結構、最近、このお肉がつきやすくなってきていて。はいはいはい やっぱり、綺麗にね、後ろ姿で、変わるじゃないですか。年齢で出るっていうので、頑張っています。はい。頑張っています。あ、でも、本当に変わってきていて、お腹周り。このズボンとか、パンツに乗るお肉の、この重みが変わりましたね。まだ乗ってはいるってことですね。まだ乗ってます。ごめんなさい、要は、まプランク、キントレ部は何日目ですか。えっと、さ。 え何日目だったかな3月の末の月曜日、うん、一番最後の月曜日1週間ぐらいだなじゃあなそうです今1週間ぐらいですね <laughs> はい,いやでもすごいと思います変わってるんだ変わってます本当に<ー>全身鍛えるのにはぴったりだということでえディレクターさん別の番組のディレクターさんやすー,ーさんから教えてもらったんですけどもう本当に変わりましたねあ楽しみですねじゃあね、はい、続けてくださいよい頑張ります夏までにはい、はい 目指せですね、四十キロ台。デジャブかな。今 <laughs> 去年の今頃もね、<laughs> 同じ話しましたね。<laughs> さんはい、<laughs> はい、ありがとうございました。<laughs> はい、ありがとうございました。失礼します。はい。文字でデジャブかなと思って、今。あ聞この大いところは、これっつって。<laughs> はい、えー、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから、遠目巻き子アナウンサーでした。はい、本日のアンケートですね。あなた、くしゃみスイッチありますか。 A がはいあります、えー、何々したらとかねこんな状態になったらとかこれ食べたらとかこれ使ったらとかいろいろあるでしょうねはい、A がはいあります B がいいありませんはい、くしゃみはしないくしゃみしないって言っているかな <laughs> さあそして昼ボケのお絶対的安心感さあこれは何のキャッチコピーでしょうかでボケてください 懸命に昼ボケと忘れずに本日もアンケートを昼ボケともに張り切って参加してみてくださいゆたしく、えー、あなたくしゃみスイッチありますかこれやったらくしゃみが出るんだよね A がはいあります B がいいえありません先ほども言いましたが足首を冷やすとくしゃみが出てしまうのでじゃあね座禅座禅状態で今日もね頑張っていこうかなと <laughs> 思っております行きましょう一発目 こんにちはトグロを巻いて聞いているパイソン Z ですニョロニョロこんにちは本日のアンケートは A です6割ぐらいで薄めで太陽をチラ見すると出ますしかし目が悪くなる恐れがあるので進めませんはいパイソン Z さん太陽、うん、俺これ本当にないんだよなで出ます太陽見たらやったことない まあ、あんまり直接見たらダメって言われますからね。これはないっすねは。人によってスイッチ全然違いますね。ヒープ、こんにちは。晴天だねっていうのは、ウーパールーパーさん。はい、こんにちは。アンサー A だよ。埃りの多いところに行くとくしゃみが止まらない。そして衣替えや模様替えはくしゃみ全開よ。寝起きにはしばらくはくしゃみが。そんな感じかな。 今は外でちょっとでもくしゃみをするとジロッと見られるから気を使うよねヒップー男性って本当飲みすぎマークにくしゃみを始める人が多いねどういう意味ですかこれあ、飲みすぎてきたらくしゃみが出るええー、そうねあんま飲んでる場所でくしゃみしてるって見たことないですけどね、えーはい、ありがとうございますまあこれ誇りでしょうね あ衣替えとか模様がやをねおもう一発だなありがとうございますラジオネーム池ケさん皆さんこんにつは,こ,んにちはあこれニュース載ってたな中原ストアが閉店したので悲しい気持ちの池ケですよアンケートはもうあのイカスミそばは食べれるのかなあの、A、くしゃみスイッチ二つあるんですよ一つは多くの人と同じで太陽ですもう一つは マーガラの美女たちがまた俺の噂をしてるやつさスイッチです多分こっちのボタンの方がヒッチ押されているはずです <laughs> ヒージャーパイセンさんと同じことを言ってますね <laughs> ツイッターでね同じチームですねはいそれはそうとイーブさん聞いてくださいどうやら僕ちゃんのくしゃみは可愛いらしいんですよ自分ではわからないんですけど可愛いらしいんですよ、うん 前に現場でくしゃみをした時に、わざしんかーから池辺さんのくしゃみって、本当にチワワみたいっすよねって言われたんですよ。しかも、これ、一人じゃなく、三人から機会があれば、ヒープーさんにも披露してあげますね。うん、かわいいらしいんですよか。池辺、はい、さん、ありがとうございますうん、まあ。ルックスから想像できないほどの可愛らしさっていうことなんでしょうね。うんまあ、でも、僕はいいです。はい、あの全然。 見なくてもいいかなって思ってるんで <laughs> 別にイ意見兵のくしゃみが男らしかろうが可愛いかろうが別に。<laughs> チンってやつ。多分そうなんだろうね。ちょっと確かに想像できないな。会えれ,れば864の皆さん、イープさんこんにちは。人相悪いです。こんにちは。アンケートへ。玉ねぎを切った時、涙が出るとくしゃみします。 まあ僕でも涙は流しますが何かあなるほどタイトル「40超えたらくしゃみが大きくなってきた」あはい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 なんか分かりますよなん,なんかね昔からお石さんって「あっきしゃいこの野郎」とかねわざと大きく言う傾向ってありますよねな僕もちょっとこれわかる気がしますね。相手ににされなくななくるるかからじゃいいですか俺はここにいるよ っていうこの <laughs>。くしゃみで <laughs>。本日のアンケート、くしゃみスイッチありますか。A. がはい、B. がいいえ。今日はもう非常に。僕自身が努力をしていて、くしゃみのスイッチが入ってないんですよね。くるぶしを温めるという方法で、くしゃみが止まっております。おかげさまで絶好調でございます。はい。俺が花火 B. し始めたら、足下ろしたってことかね <laughs>。 はいサイープーさん元ユニンチューですこんにちはアンサー A あるよおほうほうちょっとミントが強いガムを噛むとミントの刺激で鼻がムジゅむじゅしてきてフェクションってなるはい元ユニンチューさんありがとうございますうちのヒカルディもこのパターンみたいですねスースー系ミントとかメンソールとかでくしゃみが出るへー,へーこれも僕は大丈夫なんですね、うん、はいありがとうございます あとツイッター見てたらビール飲んでたらくしゃみ出るとか面白いね<う>体調によってビール飲むとくしゃみが止まらなくなる時があるあ歩みアットマーク終わらない反抗期さん一回もこれはないですね僕もねう炭酸なのかな <laughs> ラジオネーム沖きナンバーの510売ってたやっさーさんこれ情報だなこれな <laughs> どこで売ってたのかな <laughs> イブさんフロントホックゆかりの力ご苦労様ですこっちそうなのフロントホックゆかりなの。アンケートの回答「飲食店だから胡椒振るさあねえの」のええ、なるほどマスクしていても胡椒振ればハクションするわけこの間竹のうを調べるって耳鼻科に行ったら「少しの胡椒でハクションする粘膜の薄さ」って言われたさ、うん、はいラジオネーム大記号ナンバーの510売ってたさ田さんありがとうございます。 おこれ初めて知ったな。故障でくしゃみが出やすい人は粘膜が薄いってことなんですか。粘膜が薄い人がくしゃみが出やすいのかな。いやいやこれ届きやすいってことですかね。粘膜の保護が弱いというか。はあ、は俺じゃあホコリでやるってこと。俺も粘膜が弱いのかな。うはい、ありがとうございます。耳鼻科行ってこんなのわかるんだね。へえ。ひぶさミニヤ様、こんにちは。 晴れてるね。横文字数です。こんにちは。えー、今日のアンサー A ですわ。あてくしのくしゃみスイッチは、ハウスダストなんだはず。大掃除の時とか、ほこりが舞いがちでしょ。マスクをつけるのを忘れて掃除を始め、始めちゃった日には、鼻むじゅむじゅうして、きちんきちん、はくしょいって、くしゃみを連発。ティッシュがお友達状態に。くしゃみが何回連続するかで。一、噂 二嫌われ三惚れられ四五風邪引きって言いますよね。では時間まで千葉的きみそう流これなんか聞いたことあるな。これなんか聞いたことあるぞこれ。一噂二嫌われ三惚れられ四五は風邪だよっつって。ああはいありがとうございます。もう四回五回はそうかもしれないですね。はい、これとちょっと似た方でなんかそれっていうのはありましたね。今思い出しましたけど。 中学校の時だったらそうニキビのできる場所ですよ <laughs> ね思い思われ振り振られどこがどこだったか忘れたけど <laughs> な,なんかそれ <laughs> 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 こんにちは名古屋の野菜田ですこんにちはアンサー A やり方が書いてあるな <laughs> まず鼻と口の息を止めます次に脳みそで 鼻の奥を吸い上げるような風に意識を持っていきますこれがよくわからんなその時に脳みその意識をキープしつつさらに丹田に意識を落としながら横隔膜を上げると鼻の奥のスイッチが刺激されてくしゃみが出ます息子以外には理解されませんが一度お試しください <laughs> 息子はこれで分かってんだそうだねお父さんってなってんのこれえぇ、ー ああ端電はい丹田は,あのは発声練習の時にもねよく言われますけどね、うん、えっと「鼻と口息止める」はいで次にも喋ってるでしょ俺も <laughs> できないわけよ俺の仕事でできないわけよこれ <laughs> はあ横隔膜を上げる自分で上げきれるの横隔膜ってあのしゃっくりやる時に横隔膜で押さえてから止めるっていうやつですよねへえー はい、あ来たはいさいヒージャーパイ専用便今日もゆたしくですこんにちはそして今日のアンケートは A ワンの場合右の耳を綿棒掃除すると出るね左は出ないし綿棒以外でも出ないんだけどなんでかね他にも足の親指と人差し指を交互に上下すると足がつるスイッチなんかもあるかねこれちょっと分かるな <laughs> <laughs> これちょっと分かろう。えっ、ー、と足の親指を上げて人差し指下げる。いやこのストロークをわざと多く取るわけですよね。これ2回ぐらいやると足がピキンってなると。よかったら皆さんやってみてください。<laughs> やらんでいいよ <laughs> はいありがとうございます。面白いいななな体にいろんなスイッチがあるな 右だけとか左だけけととかか左ツイッターなんですけどマギタケさんが「あのさっきのビール飲むとくしゃみが出るっていうのはアルコールアレルギーの可能性があるって」で、なるほど」へえ「タイマイさんはですね、まあ、このツイッターなんですけどアンサー A ですと朝会社の席に着いたら必ず2回くしゃみが出ますそれ以降は出ないので何かあるんでしょうね自分でも謎です」。アレルギー 会社アレルギー <laughs> の可能性はないですか。大丈夫ですか。<laughs> まあでも二回で収まってるからね。政府。なんで二回は政府やんば <laughs>、えー。ええ加川さん、はいこんにちは。キプー。知念のあざま漁港にいるマクブは出たマクブ情報。機嫌がいいと海面にジャンプしてラブルループやトリプルアクセルをするってよ。 がラブ,ラブルループンリ <laughs> さあアンサーへ目薬を入れたらくしゃみスイッチが入ってカトちゃんばりにくしゃみするなそれと同時にシーバイもピッて出るな <laughs> あとくしゃみといえばくしゃみをやった後にクスクエーっていう人がいるがあの言葉はクソくらえという意味でちゃんと意味があるんだよヒップーはえくしゃみの後のクスクエーって意味わかるかアンセこれ有名な話ですよね。うんはい まあマジムを追っ払うというかね。マジムンに対してのセリフですからねこれね。メグスリテクシャミ。まあまあ近いじゃ近いからね。あとピッて出るやつはこれはもうカレーによるものじゃないでしょうか。<laughs> <laughs> もう何もかももう。N.V. <laughs> 男優です。こんにちは。 イ風さん長者番付けイーロンマスクに負けちゃえん来年に期待します 2V 男優ですだから俺,俺何院に入ってたのかな <laughs> 入ってるかや <laughs> さアンケート A <あ>子供たちが寝る前に枕投げをしだしたらスイッチが入りますねあとはシーミーでもスイッチが入りますこの時期はヤンバルに墓参りに行ってそこでバーベキューをやるんだけどヤンバルって南部に比べたらちょっと気温が低いさあね しかも山の中だから気温の差アレルギーみたいなのが顔出して急にくしゃみ鼻水が止まらなくなりますだから毎年俺は睡民で体調崩して墓で寝込むんだけどさみんなからは「出た嫌な長男」って思われているはず飲み食いもしてんのに嫌な長男って思われてたら引き合わんなじゃあなるほどででで寝込んでるんるすか <laughs> <laughs> おかしいなこの日本語。 これ、俺もこれちょっと、だからさっき言ってさ、お風呂上がりに。気温差があったりすると、くしゃみ止まらなくなるんですよ。そう、わかる、わかる、めっちゃわかる、これ。はい。長男。うん。鼻ピっピしてるとこは、見てないのかな。ーうん。一風さん、真紀子さん、杉子さん、上市和夫先生、皆さんこんにちは。いつものんびり、青い野球帽子です。こんにちは。いい天気ですね。本当、そうですね。アンケート B. くしゃみしないです。 したことないかもしれないアイプさん時間までゆたしく同級生やこともう53年間僕はくしゃみしてないよとああ一回ニュースで取材させてもらっていいですか本当かどうか <laughs>、ええ、こんな言ってるかくしゃみしたことないんじゃもうちょっと考えてから嘘つけ <laughs> Twitter なんですけど「カープ協定さん車運転中のくしゃ目が一番怖い」これそうなんですよね連続するとね何秒か前見てない時あるからねあとバイクもねうんレイジナぽっちゃりさんはくしゃ目をする時鼻をつまむと音が少し小さくなるって聞いたんでそれやったら「耳の鼓膜によろしくないから絶対にやらないでください」と耳鼻科の先生に言われてやらなくなりました「クシュなんていう音は出ないんですピエンこれやらないわけですよ 絶対あの空気のあれが耳に行ってるから絶対耳に良くないと思いますはい皆さんはいさい極悪前人会15番目の男ですチンチロリンこんにちはアンケート B 入ってきた異物を吐き出すためだから我慢は良くないと聞いているけど一瞬我慢するのが運転中癖なのか半分くらい目つぶるから危ないさ皆さんは目開いてますか安心また15番目の男さん 目こんなって開いたままハクションって言ってる人見たことあります <laughs> <laughs> だいたい目閉じてるよもうこれは繋がってんじゃないの筋肉が多分だから危ないですよ運転中ねうんお疲れ様ですチュラですこんにちはこんにちはアンサー B スイッチは特にないかな自然現象として出る時に出るというそれだけですしかし運転中に親父級のでっかいくしゃみが出た時は瞬間的に視界がなくなり死にビビるね気をつけんとねではではヒープさん時間までファイティンです はいいありがとうございます運転中特にね連発する時はもう止めた方がいいかもしれないですねほんと年取ると腰痛いに共感そして今朝も鏡におじさんが映りました私ですこんにちははいこんにちはおじさんでしたはいあアンサー B ないよそんなスイッチくしゃみは出る時は出る時より不発でモヤっとすることもあるスイッチなしのそんな感じの生態ですうんじゃはい私さんありがとうございます ちょっと一段落したんでしょうかねお仕事もねまだかな、うんはい、ありがとうございます不発の時のムジュムジュねあ,<ー>あれくしゃみの時は不発の時ムジュムジュしますけど咳はないじゃないですか咳の不発でムジュムジュってないでしょ珍しいよねうん皆様ごきげんよう近さようと申します週末天気悪くなるのかなしてから今日何サービ、えー デモの晴れものところ選ばずとかいうさねくしゃみもその類いですねだからスイッチないなでも出たら必ず3回はやるねでいや今日も時間まで読んだねはい、えー、タイトルよくわからないアンケートだね <laughs> <laughs> なんでわかるさ違う違う意味わかってるけど質問の意味はわかってるけどなんでこれを聞くかがわからないでしょこれ俺もわからないよ <laughs> 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 はいありがとうございますあのね セットの人がいるんですよリズムヘックションヘックションヘックションでワンセットみたいな私は三回がセットですよとかいやいや私はもうやった十回ぐらい必ずやるっていう人とか一発で終わるとか回数もね人によって全然違うんですよねはい一時になりましたティーサージパラダイス午後の仕事もですね車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたしますはいババンのコーナー 非常にこれはいいババーンだと思います、僕。はい。ラジオネーム、もうちょいしたさんの55歳になる友人にババン。さっきのくしゃみしたことない人の話を聞いていて。わあはわ生まれて指の骨鳴らしたことないぜ。って。さ <laughs> <laughs> あ。 だったら何 <laughs> もう、こったチームチーム青い野球帽子で集めようやつさ <laughs> 一人一人インタビューしようやつさ、ロングインタビューないんですか本当に指の方に鳴らしたこと本当にくしゃみしたことないんですかつって <laughs> はい、ありがとうございます、えー、今日ね、くしゃみの話をね、一生懸命 やっておりますよはい。くしゃみスイッチありますか A がはいあります B が EA ありませんパッとツイッターを見るとねヒージャーパイセンさんがねワンガヒープを見るとくしゃみが止まらんくなるのはきっとヒープが太陽みたいに輝いていてごじょごじょごじょみたいなねちゃんと最後までかけてないですねうんはい、ありがとうございますこういうね真実のニュースをどんどん変えていかないと <laughs> こんにちはやんばるバル福木並木からリリリスマイルリンダですこんにちは今日のメッセージテーマアンサー A ですはいありますリンダはおへそ周りが冷えたらくしゃみスイッチが入って上も下も慌ただしくなりますお昼時間なのにごみんなさいごみんなさいピエン <laughs> ではイブさん皆さん今日もスマイルで頑張るんばうーん怖がなさんと同じパターンかなこれなうん ああそっか上も下も慌ただしくなるというねはいスマイルリンダさんありがとうございます <laughs> 意外とデリケートなんですね意外とってたんですけど <laughs> はい皆様こんにちは一休ですこんにちはアンサー A あるあるだけど誰に言っても共感してもらえないんですうんこんなのいいっすよはい、えー、眉間の真ん中に指を当てるでしょ まっすぐおでこを通過して上に登っていって毛の生え際から1センチぐらい上ここを爪でカリカリっとするとくしゃみが出ますちょっとやってみてって言ってやってくれた人一人もくしゃみ出なかったけど一応ヒープさんもやってみてはい今日一のまさにスイッチ的なメール来ましたね 眉間の真ん中に指指当てるこれ人差し指でいいんでしででで、いょうかねま、はい、っすぐでこう通過して上に登っていって自分の毛の生え際からあーだいぶ毛の生え際が上がってきてるなうるさいよやから1センチぐらい上はいこんなもんかなここを爪でカリカリってやってみてください <laughs> はいありがとうございます <laughs> <laughs> いや本当はこんなのがいいんですよこんなピンポイントなスイッチが面白いんですよこれで実際に出た時の感動わかるあ俺出たよっていう人がもし今いるんだったらもうこれでも一休さんあ同じ人がいるっていうこの素晴らしい共感が結ばれるわけですよね、うん、誰かラジオの向こうの皆さんで今ので出た人いますかねいい俺も出たたよっていいいいう人がいたら是非ご一報ください、うん、チーム一休ですこれははい 同じくしゃみのやり方ということでひぶさんこんにちは先日はメールを読んでもらえて嬉しかったですミちゅうと申しますはいこんにちはいいですね本当に読4名参加してくれてますねアンケート A スイッチ多めです基本万年美縁なのですがまず朝起きたらくしゃみ出ますねモーニングアタックというらしいですえ名前がついてんのあとは午後3時から夕方なぜかいつもこの時間帯です 番外編で普段行くバレーボールの練習でボールが顔面に当たった時にもですかね。<laughs> ではでは仕事しながら聞いてます。<laughs> うんタイトルがすごいですね。<laughs> 窒息寸前までくしゃみ連発する時もあります。何回やってるかなこれ。<laughs> はい民ちゅうさんありがとうございます。まあバレーボールが面に当たったらそれは鼻に刺激が来るからくしゃみ出ますよね。うん、僕ねあの本当に多分ビーン なんだろうねあのメイクさんがメイクするじゃないですかこのメイクのなんだあれファンデーションか塗つってからこの鼻の周りを鼻触るでしょもうこれだけでちょっと鼻水出るもんだからまあ粉吹く時もパタパタパタってやるさあれでもちょっと鼻他のとこ大丈夫なんですけど鼻に当たったりするともうちょっと鼻水出るんですよねうんあと謎はもう3時から夕方だななんで時間が決まってんのかな 帰ろうパーかもしれんな。体がな。もう帰ろうぜっつって。もう時間だ。ぜっつって2時間前から <laughs>。こんにちは。ラジオネームグルンパです。こんにちは。アンケートの答え a のあります。私はなぜかエッチなことを考えるとくしゃみが出ます。なんででしょう？私だけでしょうか？多分他にもいると思いますよ。はい、いいですね。この方女性の方ですね。グルンパさん。 ぐるんぱさんがじゃあくしゃみやった時はみんな「うりうりうり」って来るでしょうね。お前は柳すけべやっつって何考えてるか仕事中なのにっつって。へえー、なんか物理的なスイッチは分かるんですよ。鼻当たったら鼻の刺激するからとか、まあ、さっきの一休さんもい,い,いる人がいたらすごいですけど頭かいたらとか考えただけでくしゃみが出る。えー ペンネーム沖原さん皆さんこんにちは沖原ですこんにちはアンサー B 私はありません職場の同僚で太陽を見るとくしゃみが出るという方がいてその人が光反射でくしゃみが出る人はエロいことを考えた時もくしゃみが出ると話をしていてその人が仕事中くしゃみを連発する時は仕事中もそんなこと考えてるんかいと心の中でツッコミと疑いの目で見ていましたいるなあすごいななんねえこれ えあ光反射でくしゃみ出る人はエロいこと考えた時もくしゃみじゃああれだな梅子ちゃんもそうだしミーカーもそうだなあはじゃあミーカーが太陽のじゃないところでくしゃみした時はエロいことを考えてるということだな <laughs> 一等孔いや注意した方がいいよ家の中でくしゃみしたらや注意した方がいいよっつってね <laughs> スケベーと思われてるよっつって。 ラジオネームポールマガタニさん <laughs> 何か薄めてるなこれアンサー A ありますよ若さる時は夜の営みや AV ビデオを鑑賞している時にヒッチ出ていましたよはいえ二行カットします今は年を取ってそんな機会は全くないですけどねそれでは放送最後まで楽しみに聞いてますこれマジこれあるやつさや本当やっさこれ なんねこれあんな忙しい時に <laughs> <laughs> これ一時試合試合が中断するじゃないかこれで何,何回もくしゃみしたらはじめましてラジオネームグミペコパパと申しますはいすいませんじゃウェルカムをお願いしていいですかラジオネームグミペコパパさんはじめましてウェルカムフン はいありがとうございます4名参加してくださいねアンケートの答え、A、フリスクを食べたらくしゃみしますかなりの確率で最初の1個目を飛ばしてしまいます2個目のカラは大丈夫です刺激に反応するんですかねもう1個はもうな,なもう女装女装のための1個 1> <laughs> いや分かってて分かっててやるからな <laughs> へ匂いして それから食べるとかではダメなわけ。噛まないとダメなのかなやっぱり。へえ。もうじゃあミント系はもう多分全部あれでしょうね。はいありがとうございます。あ面白いな。なんかあの前にやったこのほら耳くじったら咳出るかの時も言ったんですけど、人によってこのなんていうまあ神経の形というかもうやっぱ違うし。 同じところこう触っても何、うん、ともないよという人とこれでくしゃみ出るよとか咳出るよという人がいるみたいですねやっぱり一番分からないのはスケベーのあれだな何かどうなってるのかな皆さんこんにちは LLP ですこんにちはアンサー B です自分は特にスイッチはありませんが同級生とか周りにはおある程度酒を飲んだら急にくしゃみを始める人がいますよなんでですかね でではでは仕事しながら聞いてますこれさっきもありましたね LLP さんありがとうございますチョッピングはあのアルコールアレルギーじゃないかっていう意見もありますけどねうーん僕の周りにはいないっすねくしゃみが始まる人あのタカっつってからまた同級生はもう,もう何にお酒飲めないんすけどもう幼稚園ぐらい ち小学校ちっちゃい時からもう幼なじみなんですけどいっつも鼻ピーピーしてるんですよいっつも年中あれは何なんですか別になんのきっかけもないですよただの鼻炎なのかな安心年中なっていうぐらいですよ、うん、こんにちはティンガーラと申しますこんにちはええー、ですね日本酒の冷やで飲んだ時くしゃみが止まりません ピンポイントだな。なので外で飲むときには控えめにしてます。また太陽に当たったとき、四つ湯で冷えたときです。四つ湯は風邪じゃないかこれ。<laughs> これ普通に寒いからじゃないのこれ。はいありがとうございます。日本酒の冷や、熱感とかじゃなくて、なんか蒸発してるやつに反応してるのかな。だったら熱感がやりそうやけどね。へー 27兆円あったら税金いくら取られるのかな福岡に住民票を移さないかなバチこいです今日もいたしくです税金アメリカは税金こんなどんな取り方かなアンサーくしゃみ信号あるのえ晩酌で飲みすぎるとくしゃみしますだからくしゃみをすると家内が「くすけはい飲みすぎー寝てこいー」と言われて素直に2階の寝室に行きます あと鼻文字も重視してくしゃみをすると鼻毛が伸びてることが多いです。はい。まちこエさん、自分の鼻毛に刺激されてるというね、切らないといけないですね。でも切りなさいよという合図っていうことですよね。うん。これあった方がいいな。うん、うん。はい。可愛くクシュンとくしゃみができない弁当や自称看板娘の小桃さん。はい。こんにちは。何？くしゃみスイッチって B。 えー、くしゃみスイッチ知らないですでもくしゃみって細菌やウイルスを体外に出すみたいねだからくしゃみ我慢しない方がいいんだけどくしゃみができない場所とかでくしゃみを止める方法があるんだけどめっちゃ超簡単くしゃみで出そうとなった瞬間鼻をつまんで左右に数回動かすだけあーら不思議くしゃみが止まる止まるでもさっきも言ったけどくしゃみはちゃんと出してよかっこ詳しくは働く細胞アニメ版を見てちなみにうちの父ちゃんも酒飲みすけたらくしゃみが止まらん 寝ててもくしゃみばっかりするからうるさいアレルギーかと思うよそういう説もあるみたいですよアルコールの場合はねはい小もさんありがとうございますえー、これ余計出そうだけどな出そうなった時に鼻をつまんで左右に動かすだけうーんいやー俺余計余計出そうだ俺鼻をぐるぐるやったりするだけでちょっともう鼻水出そうだもんね はい「働く細胞アニメ」っていうのが、ね、売れてるんですよね,なんかね有名なんですよねこれね、うんはい、ありがとうございますはいサイヒープさん栃木県かから丸ででですすすす先輩です久しぶりですね,ね元気すか、うん、ああそうだったのか飲んでる時にごくたまにくしゃみが止まらなくなる時があって今日のお題を聞いてあれにスイッチとかあるんかなと考えたんだけどそうかあれはただの飲みすぎだったのか聞いててよかった T ーサージほら ほら,ほらほらこれがもうこの番組の醍醐味なんですよねなんかこれっつってこんなん聞いて何の役に立つわっていうところからスタートしたでしょ覚えてますか12時の近辺あれからもう1時間半たつとほらアルコールアレルギーの可能性があるんじゃないかとかねそういうアカデミックや結局着地点はアカデミックやんばよ出てしまうんですよねこのなんかもう何,何かが。 何かが,が出てこないばや <laughs> はいでは一曲ラジオネームチュラさんからのリクエスト「あもういいです、ね、スキマスイッチ」で「全力少年」入りましたはいラジオネームチュラさんからのリクエスト「スキマスイッチ」で「全力少年」という曲をねラジオから浴び出しましたがこの曲のサビも非常にいいですねやっぱいい曲はねサビがよくて歌いたくなるんですねうーんはい。 まあ、この天気にもねちょっとぴったりな感じですねはいあのねツイッターなんですけどえっ、ー、とねショッカー戦闘員さんがさっきのフリスクでくしゃみ私と同じですそれミントアレルギーですよ昔聞いた話です出そうで出なかったくしゃみが出た時の快感とエッチの快感は同じだとかあまたこのエッチなあれと結びついてるよこれええー、はあ いや、もうウィントアレルギーっていうのもあるんだなっていうのと。で、出そうで出なかった。やつはもうな何が何でもこの花ほじって。でももう,うくしゃみやりたいっていう気持ちがちょっと分かってきましたね。<laughs> 青いおんぶ紐です。はい、こんにちは。アンサーありません。うん。始業式から帰ってきた。息子が t サージを聞いてニヤニヤしながらお母さんスケベーってなんねん。スケベーはくしゃみするので質問してきたので。 いろいろあるわけさあんたも投稿するねとはごらかしましたしたらダジャレ大好きというラジオネームで投稿したし母としてヒヤヒヤしておりますはあ採用されるかなではあそっちにヒヤヒヤしてんだ採用されるかどうかでヒヤヒヤしてるねあ、うんえー、はじめましてこんにちはラジオネームダジャレ大好きです <laughs> 小学5年生でお母さんと海苔を食べながら聞いていて初めて投稿しますのり以外に食べるのもある大丈夫ねうんアンサーはありますほっぺたの周りを指でくるくるしたらくしゃみが出ます確認しようと鏡を見ながらやると前歯に海苔がついていて志村けんみたいで笑いましたさすがですねきちんと DNA が受け継がれているはいじゃあウェルカムをすいません ダジャレ大好きさんはじめましてウェルカム<ン>はい、まあ、あの小学校5年生ということで、まあ、学校の時はねもしかしたら聞けない時もありますけれどもあのお休みの日もですね一応一回お母さんに聞いていいねってから聞いてくださいねなん <laughs> でかお母さんに聞いてくださいお母さん今日のは聞いていいねと毎回必ず確認してくださいねお願いしますよ こっちの責任ではないぞ。もうこれはもうごめんなさい。すいません。<laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。いいですね。はい。ヒープさんこんにちは。ベゴニアです。こんにちは。アンケートへはあマスカラするときに必ずくしゃみが出ます。我慢できずやってしまったらおしまい。目の下に点点点ってついちゃいます。ヒプさん、奥様のマスカラを試してみてください。 マスカラはまつげを長くしたり増毛させたりするメイク用品です。あ、あのー、筆みたいなやつについてるやつでまあのまつげにこうやってやるとなんかまつげが濃くなって多くなるように見えるやつね、グロンってなるやつ。うんまあ、かせるかな。多分かせないと思うんだよな。あ、まつげ触ったら出るの？ 全然え、まあ、ただもう目がくすぐっうさっきのもやってないな何だったほっぺたをダジャレ大好きさんのほっぺたの周りを指でくるくるしたらくるくるしたらあはあ油がつくな指に <laughs> くしゃみは出ないなあやっぱスイッチみんな人で違うんだねあー、ええー ーープーさんが歯医車の先生になっている夢を見たよルパンが愛した藤子ちゃんなのだああもうちょっと慣れるかもしれないですねうん、うん、あるよ香水です全部の香水ではなくってさダメな香水があるのよ私が持っている一種類の香水もすぐヘックシュンって出るあと社交ダンスで金城さんが使っている香水もダメ襲 <laughs> ってる時にヒッチヘックシュンって出る、はい、であとさっきの一休さんの試ししたら あくびが出たよこれ私にはあくびのスイッチかもあじゃあ一応チーム一球でいいかな何かしらのあれが出たということでただあの眉間の上の方の頭をちょっと爪で書いてくださいって言ってたんでただの 2V かもしれないですね <laughs> 2V <laughs> <laughs> してただチブル書いてるだけかもしれないですね藤子ちゃんあはい 金魚さんは男性ですかね社交ダンスって一緒に踊るじゃないですか戻ってるときにちくしゃみ <laughs> っていうことなのかなあー香水でねヒブ、うん、さんこんにちは東京から新橋のご意見番ですこんにちはあーそうかアンケートのアンサー B ですこれからヒノキの花粉でくしゃみ連発するようになりますがもうこれはもう普通に花粉症ですよね 特に何かをしたからとくしゃみは出ないですうちの飯島んちのカミさん耳掃除をすると一人咳き込んでいますこれはうちのアンチのあるあるかなんかって思ってましたがまさにヒープーさんもそうなんですねこのカミさん付き合っている頃や結婚当初はかわいいくしゃみだったんだけど今やでかい声でヒックシュってびっくりするぐらいですでは7 2ライダーの T シャツを心待ちにしてます優しくはい えー、新橋のごご意見番さんありがとうございます、はい、あの T シャツなんですけどお本当に欲しいという方は劇団の SNS にダイレクトメールしていただくと,、えー、と送料込みの値段で、えー、発送することをできるということになりましたので、はい、欲しい方はぜひチェックしてください。いやいやいや違うくないこれ。 全国にいるでしょうちのデどっちやっても大丈夫。あれなんでかなやっぱ走ってる神経の形が違うんでしょうね。僕のは近いってことなんでしょう多分ね。ーデイジじなぽっちゃりさん。はい。アンケート B スイッチはなく花がいたずらしていた感じのムズムズ感が出てきたらすぐ待てずにははベックショイと大きく音が出ます。豪快ですね。 マスクを外して少し過ごしているだけでくし,、えー、くしゃみが持続して出るので厄介ですがくしゃみがおっさんよや可愛くできんのかってよく言われるんですよしかし妹はくしゃみが出るって言った後にくしゃみがこれまた可愛く出るんでこのさはなんは何だと不思議なんですどんなに抑えようとしてもボフっていう音が鳴ったり可愛 <laughs> くできんので腹立ってきますヒープさんくしゃみが出るスイッチから大きい音が出ますかではでは最後まで放送頑張ってくださいビシー はレ、い、イジーナポッチェレさんありがとうございますうんまあでもこれもこの番組でも話したことですけど可愛い,いくしゃみっていうのはよそ行きみたいですよはい調節できるみたいですよこれは人様にねあの本番用こっちはもうリハーサル用みたいなできるみたいですようん はい、ありがとうございます。うん、本当はまあまあ今の今時のね。その飛沫とかそういうの置いとくとやっぱりこう。大きくわざと大きくやった方が気持ちいいではあるんですよね。ああ、なんかあれなんでなんだろうな。うん、<noise> こんにちは。赤いヘルメットです。こんにちは。さて、今日のアンケート b かな？特定の行動でくしゃみっていうのはないです。ただ、なんか知らんけど、なんかのスイッチでくしゃみがラッシュする時はある。 10連発ぐらい出て脇腹アガアガするそんな俺ですが基本くしゃみってしたくないタイプでしてやばいこのままだとくしゃむ <laughs> っていうなった時は「指を鼻の下に当て,て引っ込めますどうだいでそうかいでもまだ出さないよ」っていう「寸止めプレーですこれ?」ってことまっすぐ水平にってこと鼻の下に当てるっていうのは。 あのー、くしゃむ <laughs> じゃあもうしょっちゅうやるとらくしゃまですねくしゃ、まあるてえげくしゃまどあとはくしゃみさ <laughs> あるかこんな言葉。 <laughs> いつも美人の味方チーム親子代表取締役エロザイルですこんにちは早速アンケートを B ないけどくしゃみしたら1回で終わったことないカんなじ3回以上しすぎてから腹筋がつったこともあるくしゃみチューバードでは時間まで頑張ってくださいあ,あエロザイルさんはいありがとうございますくしゃまーですねくしゃみさーくしゃみしてあっちゃーですね <laughs> いやいうくしゃみさあやさあやツイッターで SO さんがおんぶねうちは異例の日と介護の日しか聞かさないようにしているよ参考にしてねっていうことでね <laughs> 親の許可を取ってから聞くラジオとなっておりますのでねなあ年間2回しかないっていう <laughs> もったるだろう。<laughs> 皆さんクロルナですこんにちはさてさて今日のアンケートおえいです 自分さ起きてから少ししたら連続でくしゃみが止まらなくなるわけさ小さい時からなんだけど最高15回ぐらいしたことあるよ数々えるのが楽しくなってるさイ <laughs> ブさん止まらなくなったことってあるじゃあじゃあ時間まで縛るよう数えたことはないですねな最高何回ぐらいですかね今15回が黒ロルナさんの記録ですけど、うん、いやでも相当花火もあの 水みたいな鼻水出るぐらいくしゃみしたことあるんで俺も15回ぐらいあると思うよくしゃみって体力使うんですよね体調崩した時のくしゃみとか咳って1回1回がも結構しんどかったりするからね、うん、皆さんこんにちは岐阜の8人のバーバですこんにちは今日のアンケートの答え、A えー、今日は朝からくしゃみと鼻水出っぱなしあそっか花粉症の辛い季節ですね 私は寒暖の差なのか寒い日の朝玄関から外に出るとくしゃみの連続帰宅して寝室に入るとほこりっぽいのか,か掃除はしてるつもりだけどくしゃみの連続料理に胡椒や小麦粉を使うとくしゃみの連続です10回ぐらいくしゃみをすると鼻をかんで終了あイブさん私も右耳を綿棒でカキカキすると咳が出ますよほらあでもやっぱり八人のばあばさんも うちのアンチだからねうちのアンチハラルなのかなえう、ー、ずでしょ内地の人もあるんじゃないこれはいありがとうございますティーサージパラダイス昼にボケとこはいやってきましたよ昼ボケのコーナーということで今日もですね一番面白いベストーギリスト決めますはい今週のお題絶対的安心感さあこれは何のキャッチコピーでしょうか素晴らしい言葉ですよねこのキャッチコピーねはい え本日一発目おなるほどラジオネームエロザイルさんの「絶対的安心感」さあ何のキャッチコピー閉めたら開かない金庫「なるほど便利ですね」ってバカ。<laughs> <laughs> 撮りたい時はどうするだからこれも矛盾してることなんですけど。 絶対に他の人が開けてほしくないんですけど自分が開ける時は開いてほしいわけですよねうんありがとうございますえ「何のキャッチコピー何も切れない安全カミソリ本当に安全ですよ」と「もうブスってやっても全然刺さらないですよ」っつって「何に使うかじゃ <laughs> これも矛盾すするんですけどね横切れてほしいけど安全に使いたいというね、うん。他の家のビーチクリーンさんの絶対的安心感何のキャッチコピー補助輪付き一輪車 <laughs> あるかなあるのかなそうそうもう三輪車ですよねだから。あれ そばに2つ付けててちゃんと立てるのかな前後のこのバランスねえー、どうなってんだろうありがとうございますもはや一輪ではないというねルパンが愛した藤彦ちゃんの「絶対的安心感」何のキャッチコピー線が書いてあってその上に「とうとうとう」って書いてある「とうとうとう線付きコップ」なるほどこっから上を入れるなよと。 なんかの検査の時のコップみたいだから嫌なんだよな線引かれてたら <laughs> 何 cc とか書かれてたからに、ね、<laughs> はいありがとうございますおライオネのデイジ・リッチーさんの「絶対的安心感何のキャッチコピー?」<music>「苦手なフルターンもこれで簡単」「車の周りを回ってくれるパイロン」あー「ああこれジムカーナとかの競技やる時にな俺でき 左ターンが難しいんだよなパイロンが動いてくれるっていうねもう競技じゃないしこれ。<laughs> 意味ないわけよあっちが動いたら意味ないんだよ。<laughs> 続きまして極悪善人会15番目の男さんの絶対的安心感さあ何のキャッチコピー暴飲暴食乗り物酔いにオートロック。 なるほど酔い止めのあれですねああ面白いんですけどねあんまり聞きそうにないという信憑性の問題薬にこんなタイトルついてたらこれ買う面白いけどふざけてる部分ないかな作ってる時にみたいなねうんラジオネーム保守ヒューマさんの「絶対的安心感何のキャッチコピー?」 手が上がらないなら体を下げればいい五重肩用体下げるプロテクター四重肩用は春に発売 <laughs> なるほどまた七も <laughs> 手が上がらないやつさって言うんだ体を下げればいい定位置より体を下げるっていうね <laughs> <laughs> あのルパンの ま、み,みもまもみたいになるってことですねこれね、うん、して <laughs> して下げてどうするこれ何の役に立つわ <laughs> いいなマッツーさんの絶対的安心感何のキャッチコピー <music> ド派手な爆発はクラッカー拳銃はエアガンチアショッキングなシーンは全部リメイク 子供と見ても安心令和劇場版危なくないでかああ走らんけいいよあのもう走るぐらいだったら逃がした方がいいオートバイも危ないからよ40キロ以上出す時はもう逃がした方がいいよ犯人っつってして港はいかんよ怖いからバボーンってなるから <laughs> もうずっと署内 <laughs> 走らんでかかもう惜しくないないルパンが愛した藤子ちゃんの「絶対的安心感何のキャッチコピー?」最初から湿ってる新聞手が乾燥しててもめくれるっていうことですね <laughs> 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 うん微妙な調整しないと切れるからね新聞 <laughs> めくるときに <laughs>。 もしくはめくれないというね全部いっぺんにくるっていう <laughs> はいありがとうございます逆転の発想ラストエロザイルさんの「絶対的安心感何のキャッチコピー?」<noise>「虫にも優しい殺虫剤殺さないですよ」つってねどれぐらいの感じなのかちょっと振り返らすぐらい <laughs> <laughs> トビライジどんどん「シュ何?」みたいなそれぐらいの感じね「シュ何?」「シュ何?で」であっちに行かすっていう <laughs> もうほぼ風圧だなただの風圧だなこれな <laughs> いいなもう名前も変わってくるでしょうね「札」はつかないでしょうねもうね、はい、さあ出揃えいましたあいいですね、はい、では本日のねベストギリスト決めますよということで「絶対的安心感」 はい、これは何のキャッチコピーでしょうかとねえー、元ユニンチさん何も切れない安全カミソリ本当に安全ですよっていうね一体何に使ったいいんでしょうかね <laughs> <laughs> も,もはや用途が分からんというね、うん、ただの棒だなこれなマッツンさん、えー、危なくないでかもうあの危ないんでサングラスもかけないですちょっと 暗いところ行け,行けないからね。うん、うんというか書内にずっといますね3階ぐらいの見晴らしのいい部屋に。<laughs> <laughs> 今日一応ですね「ルパン返した藤子ちゃん最初から湿ってる新聞」<laughs>「<laughs> めくりやすいな」っつってね、うん、角だけにしてほしいな全体じゃなくて。 めくるととこころだけ、ね、角っこだけけね角っっちょっと、ねうん、で今度はこのこっついてるやつを1枚ずつ剥がすのが大変っていう <laughs> そうねまあ新聞はまだ大丈夫ですけどスーパーのレジ袋はあのもうなんか水ちょっとパッて濡らすやつありますけどそうですね。<laughs> ボーリング場みたいに下からなんかフーってね ちょっと水蒸気が出てて手かざしてビニール取るみたいな <laughs> もうあるよちゃんとしたやつがすでに、えー、アンケート戻りましてくしゃみスイッチ皆さんこんにちはマット福村と申しますこんにちはおいアンサー A 小さい頃ある日ふとスケベなことを考えてたらくしゃみが出ましたそれ,かそれからというもの妄想だけでくしゃみが出せるようになりました しかし東京へ上京したての20年前の頃からくしゃみの回数が多いしなんか鼻水も出て病院で見てもらったらハウスダストスギ花粉ヒノキ花粉に引っかかり見事に花粉症でしたそれからは、えー、陰薬飲み薬か点鼻 <laughs> 薬目薬の3点セットがないと生活できなくなるぐらいつらいでした沖縄に引っ越してきてからもう快適すぎて最高ですでは失礼します マット福村さんありがとうございます。なんでかな？なんでスケベーなこと考えたらくしゃみが出んのかな？これ誰に聞いたんですか？耳ビカ耳ビカ先生聞こえますか？<laughs> スケベーなこと考えてくしゃみ出ますよ。つってあ脳のところかな。<ー>へえ、茂木先生とかにじゃあ。 <laughs> あのどうぞ聞いてくださいこれ <laughs> は聞けないんで <laughs> へえ面白いこれは本当に初めて聞いたな。